ず、あ、砂亀さんや。砂亀さんについていこう。クルー。さあ、いけるか、いけるか、いけるか。オッケー、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 オッケー。ナイスボタン。ありがとうございます。ナイボです。はーい、ナイボです。あ、誰かおった。誰や。夏目先生。おお、ナイス、ナイボーイ。いやでもな、夏目先生な、金庫室で俺絶好の殺し時やったのに殺さなかったのはちょっと白いような雰囲気はなくはない。サントスさん、砂ザメさん、サントス、砂ザメ、あーでも金庫無理やな。この時間で金庫は多分無理やと思うけど、一応行く。トータスさん、あーもう最悪。ほら無理だ。おおお、神ボタン。全然キルされない。あら、ナイスです。じゃあこれは、うん、あ、ちょっと今回はスキップしますね。怪しいなって思ってて。お、ほう、なぜ。え、私なんか、え、なんかいつもは存在感あるゾニキさんがメタ、メタじゃないです、これは。ちょっとゾニキさんの、ゾニキさんがクルーの時になんか水色のやつが、はい、水色の周りにボン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 ってなんか気が出てるんですよ。あー、オーラみたいですね。今日はオーラが出てるんですけど、今日はちょっとそれがないなと思って、はい、なんかシュン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 みたいな。え、アプデの変化ですか、はい、それは。あー、うんうん、戦力カウンターだっけ、突進さん。何でしたっけ。そうですね。そういう、戦闘力、そこの筋肉どんぐらいか測ってもらえます。ちょっと押しますね。ポチピーポーポーピピ。お、今回は何やらインポスターの確率が先端さんが 80% って。おっ、ゾニキさんみたいじゃないの。何もかも違うんだけど。OKOK。 じゃあ先端がインポスターだったってことですね。8割ならつってもいい気がしますね。あ、8割ならつってもいいよ。ポケモンなら入るのかな。ポケモンなら入るのかな。交渉。使うたらインポスターわかるんだ。ミュートデスビーム。毎回言うやん、デスビームって。きたきた。先端よし、先端よし。エンジン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 。あ、トータスさん、先端トータスさん、突進先端トータス、突進先端トータス、突進砂ザメ、先端トータス、突進砂ザメ、先端トータス、突進砂ザメ。先端トータス、突進砂ザメ。あ、フリーザ様。あ、今弁当開きました。展望の弁当開いてます。お、
お、あ、じゃあそれちょっと情報を先出していいですか、うん、はい、はい、最後にヌン使った人がいますよね。ヌンって言わないでください。何のことか分かりません。リフトです、リフトです。リフト、あ、リフト僕が使いましてアーカイブに行きました。あ、オッケーです。それ見てるので夏目も使えないと思ってください。で、ボタンを押してる東屋さんが無理だと思います。はい、直近ですか。何秒以内ですか。あ、もう超直近です。あ、オッケーです、うん、あとすみません、あ、バイタル情報で7秒前には死んでなかったので7秒以内、はい、あ、じゃあだいぶ直近や、はい、うん、あの、ほんま直前に、停電になった時に直したんが僕、砂雨さんとシンさん、うん、でゾニキさんが入ってきて僕と、あ、ポーダーさんいたのか、はい、なんかちょっとわかなんかわちゃわちゃって何人かいたなぐらいな感じで、僕砂雨さんが出て、砂雨さんはキッチン下の方か右の方で、僕武器庫の方行ったんです。あれ、私最終位置武器庫なんで、あ、そっちまで来ましたか。了解です。はい、ゾニキさんそれ見てます。あ、はい、見てます見てます。あ、じゃあ2人は無理。はい、あ、オッケー。誰と誰でしたっけ、ごめんなさい。ソーダス砂雨、はい。え、じゃあゾニキさんかセンターさんじゃない。カキさんはどこにいるか。カキさんはシャワーまで行きました。でエンジンで砂雨さんとすれ違ってます。あ、でも俺もまあ弁当、停電前ですよね。うん、そうだからまあ弁当使えばいけるか。確かにそうっすね。うん、うん、センターさんは、はい、まずキッチン巻きで、うん、夏目先生でしたっけ、キッチン巻きなの。あ、俺です、俺。はい、そうですよね。白、黄緑とキッチン脇で、展望デッキで黄緑と一緒で、紫とキッチンですれ違い、武器庫の上らへんで、あ、じゃあ、パン君黄色が、武器庫の左下のタスクやってて、武器庫上でスナドルさんとすれ違って、エンジン宿舎前ミーティングで、金庫の扉と下の扉が閉まっ、あの、開いてて、リフト左のドアが閉まったはずです。うん、え、エンジン、僕、武器庫行ってないです。やっちゃったかも。宿舎前、宿舎前まで行きます。あと、硬直はないから。硬直バグ直ったんで。そうだそうだ。よかったー。え、センタンさんはめっちゃ怪しいと思うんやけど、俺。変なとこ湧いちゃったもん、最悪。アーカイブで湧きたかったのに。うわぁ、早い。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きを話すと、金庫室のと宿舎の、間の扉と、エンジンと宿舎の扉が、開いてたので、で右側の扉が閉まってたんですけど、それが、リフト周りの人なんか証明できる人とかいませんか。いない。まあ、いや、じゃあ僕目線、インポスターが金庫室入って展望から出てきたのかなっていう感じです。ただ僕の弁当は否定できないと思います。怪しいと思います。夏目先生は白出せる。出されてるんでしたっけ。先出しでパンクの情報を出したので、あ、なるほど、そこにいるんだろうなっていう。あ、了解です。はい、あの夏目先生が金庫室入ったの見届けたので停電前に、うん、あ、だけどまあパン君から白が出てるんだったら、あれパンナースどこでって言われでしたっけ。すいません、リフトですね。リフトか。でも僕目線は夏目さんのこと見てないですね。あ、うん、あ、で、あと一応砂田目線補足すると、金庫室のタスクやって、終わって宿舎前に行ったら、夏目先生が金庫室に入ってて、パン君さんが昇降機側にいたのかな、確か。はい、です。はい、でそのまま下に下がって、エンジンルーム、武器庫、キッチン、停電が起こったから、まあ、テモデッキに向かったんですけど、その道中で出会ったのが、順番がちょっとうろ覚えなんですけど、柿トーヤセンターなんですよね。うん、そこら辺にいたのが、はい、でそこでトータスさんと、突進さんかなと、合流して、停電が治って私とトータスさんが武器庫なんで、まあ、いるとなんか弁当使えるんだったら、まあ、夏目先生がまあ白出されてんだったら弾いて、で先端灯や火器がまあそのエンジンルーム武器庫あたりですれ違ったので、うん、まあ近い位置だったなぐらいな感じですね。砂田目線。トヤさんでも最後ボタン押して終わりじゃなかったっけ。はい、トヤさん、あ、トヤさんボタンか、あ、トヤさんごめんなさい、弾きます。トヤさん失礼しました。だから火器さんかな、僕目線は。うん、火器さんと先端さんって感じで、そう、トータスさんと砂田目さんは白取れるんですよね。あ、自主点から出せます。じゃあ僕目線はセンタンさんかゾニキさんになるけど、
ズネキさん、まあ、一応サントさんもありますね。え、ベントギソでしょう。ベントギソでしょう。ベントギソもあるし、あと私もあるよ。あの、バイタル。確かにバイタル。そう、死人情報がないから、確かに確かに、私も一気に入る。サトシさんは停電開けた時にはまだ行ってました。ただその間、ね、左側で誰にも見られてないことが逆に白になるかと思って、うん、右にしかいなかった。あ、そっか。トシンさんもいたのか、そこに。センターさんや、危ないな。まあいいや。どうせ俺、危ない。疑われとる位置やで、俺は殺さんやろ、さすがにね。まあだからセンターさんの近くにおってもいいや。あら、あー、ない。マジか。どうせ、あ、砂染めさんや。砂染めさんについていこう。ついていこう。わやばっ、マジやばっ。ゾニキさんがセンターさんをミーティングでやってます。カメラで見てます。よし。うわ。お、あすみません。あとカメラで見てる照明としては、砂染さん、カキさんが、アーカイブで2人で踊ってて、うん、正解。まあ、ちょっと怖かった、あれ。何あのカキさんの行動。いや、なんか砂染さんオールで踊っとこうって思って。あ、じゃあ、砂染さん目線2人は無理でいいですね。いや、まあ、わかんないですけど、まあ、まずセンターさんが確定してる、確実に。あ、センターさんじゃなくて、ゾニキさんが確定してて、まあ、カキさんと砂染さんは厳しいと思う。まあ、2浪パターンはないかなと思ってます。はい、じゃあ、3浪ですね。いや、でもちょっと、あの、カキさんって合理なのが結構後半なんですよね。まあ、そうっすね。だから、2キル式の方ではないってことだけ落とせる。あ、なるほど。一応これ、死体発見で、あの、死体の発見場所がサントスさんがカメラを見てるすぐ下の展望デッキ入り口なんですね。うん、誰の死体？誰だったかな、すいません、死体は忘れたんですけど、うん、はい、サントスさん何したのかなって思いますけどね、死体のすぐ近くで。うわ、マジ展望セキュリティの下、セキュリティあのデッキの入り口で、あのキッチンから入るときにレポート光りました。あ、ね、私ね、エレキ側から行ってるから、そっちは全く見てないですね。うん、私がそのカメラに映ってたのは事実で、ミーティングのタスクをやっていたんだけど、そこに先端さんはいないので、多分その私がカメラに視認されて情報を見て塗ってきてるのかなって思っていて、さっきのベントはサントスさんがまあ完全に浮き位置だったことからサントスさんかなっていうふうに思ってます。あとバイタルなんですけど、ああそうか、はい、バイタル、バイタル、停電終わった時にはもう、うん、終わってから3秒前ぐらいにはもう2キルされてました。あ、だから多分、ってことは多分、まあ、二郎がどっちかが1キル、どっちかが2キルっていう多分ことかなと。はい。だから、ただ、少なくとも砂田さんだと。砂田さんかゾニキさんには入れましょうか。うん。うん、だって、柿さんはその 2キルはできないです。そうですね。うん、でも、レメスも砂田さんは。そう、柿砂ザメ2キルできないし、あの柿砂ザメの二郎でないことも人で否定できるので。じゃあ、当夜無投票にするので、皆さん入れてください。サントさんかゾニキさんか。はい、ゾニキさんかサントさん、ゾニキさんに入れました。ゾニさん、おー、あー、いやー、あのローラー絶対してください。はい、あれ、トウヤさん、はい、さっきのベルトそうなんで、めっちゃ白い。俺ボタンいきます。はい、ちょっと信用ならないんで私もいきます。で、ひど信用ならないとか言われて、いや、ボタンナイスです。いや、ナイス。ナイス。左右どっちも
私がやりました。あ、マジ？いや、ギリギリ多分30秒経ってないぐらいの連打、大人の連打を見せましたね、私。さすが。いや、二郎で私だったら今リアクター直す意味全くないので、うんうん、そこはあ、どうなんですか、下の状況が全然私読めてないんで、一応左のリアクターパン君が触ってました。はい、触ってました。滝、あ、そうか、あとで言ったら右は、右は私、左直してから、うん、右行って右直してみたいな感じ。まあ、でもはい、それは見てます、うん、はい。どうやらメインホールから右向かってるとこでした。私がもうずっとミーティングルームで待機なんで、下の状況が見えないんですよ。だからそこで、あの、サントスさんが白いか黒いかって、多分私目線だと濃淡ついてなくって、どっちかっていうとその下にいた人たちでジャッジはしてほしいかなで言うと、あ、ちなみに少なくともあのキルクールは上がってなかったと正直思ってるんで、うん、ちなみに昨日どっちに投票しました、皆さんって。あと私に対して誰、私サントス、私サントスさんです。あの、ちょっとサントスさんと誰かが分かんなかったんでごめんなさい。ちなみにみんなタスクどうですか。当夜あと1個で終わるんですけど、僕もあと2個です。僕5個目だよ。柿さんそうなの、うん、柿さんほとんどあの日踊ってたもん。いや、あれは余裕のダンスですよ。あ、で、あのサントスさんまで落とせば確実にイチローが落ちて、うん、で、あの、はい、次の60秒以内でタスクが終わるなら、はい、サントスさんつってタスク勝ちが一番。あ、ごめんなさい、多分終わんないですね。展望デッキに2個あって、はい、コフィットとコクピット金庫とかも。トヤさんでもあそこでスキップじゃない、そのいや、そう、無投票がね、めっちゃ白いね、うん、めっちゃ白いね。そうなんすよ。あ、で、タスク勝ちができないのであれば、うん、もうサントスさん釣らずにドニキさん決め打ちが勝率高いんじゃないかなって気がします、ね、クルーは。あー、っていうか、ごめんなさい、まず5人2郎だったらリアクターじゃないし、リアクターで私右直す意味全くない、うん、あ、まあまあ確かに、ね、そうよな、うん、そうっすね。そこら辺のごめんなさい、私色が全然見えないので私はもう脳死です。なので、皆さんでちゃんと判断してください。サントさんの白黒は。どうやらスキップ入れます。私は一応サントさんに入れますけど、私は状況が見えてないんで、皆さんに任せます。はい。思います。了解です。じゃあもう、サントさん、白置きしちゃいましょう。はい、であれば。パン君はタスクを全力でお願いします。はい、わかりました。はい、いや、良きところでボタンを押しますよ。はい、お願いします。網。アーカイブ。あー、やべ。変なとこ来ちゃった。最悪。さあ、これであとは金庫だけやな。よしよしよし。まあ、ちょっといいくらいのところでボタン押そう。もういいか。あ、押したよ。あ、直して、誰か直して。誰か直して、頼む頼む。よし、来た！おう。おう、めっちゃありがとうございます。めっちゃありがとうございます。はい、どうやったら終わりました、今。お、あと2個。私、あと3つです。でも、この時間なら絶対終わりそうです。ありがとうございます。うん、30秒あれば終わるかな。もう、タスクの位置。これ、タスクの位置とかっていうのって大丈夫なんですか？あ、言ってもいいと思いますよ。コクピット2個と展望デッキ2つです。あ、じゃあ、どう終わりそう。いけそうですね。僕もあとは金庫だけなんで。じゃあ、トウヤはパン君の死体を探すことにします。はい、お願いします。食べないでください。じゃあ、誰やろうか、みえ。砂ザメさんって普通に思ってたんですけど、ヤガメさんが。私、白の軸にするのは砂ザメさんになるよ。きっと、砂ザメさん、普通に。本当にします。あれ？あっさんじゃないの？すっとぼけた。砂ザメさんだ、これは。じゃあ、終わった。あとは死体を探しに行こう。テレビ直さんでよくね、これ。砂鍋さん、砂鍋さん、カメラの前でキルしてくれ。カメラの前でキルしてくれ、砂鍋さん。マジか。お、死体発見して展望デッキです。展望デッキ、はい、あの、停電直したら通報ボタンが光ってるって状況でした。
で通報ボタン連打です。停電は私貨物で直したんですけど、あれ私電ボで直しましたよ、あの中央と左ですよね。 あじゃあ一緒に直したのか。担当さんと柿さんの最終位置教えてもらえます？あれ買っちゃったって感じなかったんですけど、貨物で一番、うん、私が開いた時に一番左だけ下がってたんで、私は一番左だけやったんで、多分スラザメさんが先に、え私真ん中と左から2番目です。それは、はい、あ俺はカメラ見てました。オッケーです。あのトウヤコックピット見て貨物とカメラについてるのを確認し、うん、でパン君がコックピットから展望デッキ方面行ったの で、うん、でもう一人展望デッキいたんですよ。でパン君の死体をあの踏みつけて20秒ぐらい経ってからレポートしようかなって思って展望デッキに向かってパン君のお肉と砂ザメさんがいたっていう状況です。あトウヤさんいたんすか。はい、あの真後ろで、はい、あのお肉の上踏みつけてます。僕今ごめんなさい分かんなかったです。いや砂ザメさんがめちゃくちゃどう考えても怪しいんですけど。っていうか砂ザメさん以外、うん、かな、あの日の投票の時に、うん、私に入れれば6人2路の盤面作れたのにやったから、まあっね、ていうか普通に表スイッチで、うん、私の白キム打ち進行した時点でほぼ砂ザメさんになる。担当さん砂ザメさん入れました？私は入れましたよ。あごめんなさい、サントスさんが砂ザメがサイクロンになる理由が投票先ですか？あの6人の時にその決め手が、あ6人の時にそのスラザメさんが投票先ですか？投票先でいいですか？結論、あそう結論は投票先了解です。はい、っていうか他の人がスラザメさん以外じゃなくて、スラザメさん以外の人が私に入れれば勝てたのにやらなかったので他が白って感じ。スラザメさんじゃなくてが黒という他が白。あ了解です。あの投票先で、私を黒打ちしてるってことですね。了解です、理解しました。であるとどう説得したらいいかな。てもう投票が終わってしまった。他が白なんだよ。他の人が私に入れれば6人2路作れたのにそれをやらなかったから。うん、なるほど了解。うわー砂ザメさん、砂ザメさんは嘘つかないと思ってたのに。アキさんめちゃくちゃ嬉しそうじゃないですか。いやいやいや、おお。いやー、ジジイ、ジジイ、ジジイ、カキさんのあの笑い出ちゃうと勝てないんだよな。いや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 、にやけすぎだよ。そう、カキさんがあのなんかにやけた瞬間に、うん、あダメだこれ勝てねえと思っちゃった。いやいやでも俺との勝負じゃないじゃないですか今回は。いやいやあのカキさんとの勝負です、ね。そう、うん、私が塗るとしたらカキさんなんで。あの結局そのサントスさんで決め打ちで東映さん無投票だから、うん、サントスさんのその理由が投票先っていうのが決めてな、あるんだったら、うん、あだったら私の塗り先はカキさんだなっていう場面なんで、うん、でサントスさんだからサントスさんがどのくらいその投票先の信憑性を信じてるかって言ったら、うん、あサントスさん思ってるも信じてるなと思ったから、うん、で思ったしカキさんが笑い始めたからどうだったっていう。いすいません、もう踊っとる時点でもう笑ってますよ。だからそれをやっぱり強いな、やっぱ笑うの強いな。エンペラータイムですよね、カキさんのね。誰も俺の城には逆らえないって言って笑ってます。余裕が違うよね。うん、いやあれとかあの時はドニキさんに固めちゃえばよかったのか。ああ切っていただくのが、そうすればサントスさんに変に疑われずに済んだのか。あの切るか、あのあ、うん、私に入れたことになってるか、名乗り出ないかどっちかですね。入り手名乗り出ないもありだと思います。ああいやなんか、うん、そこまで別にまあまあまあ私結構脳死でローラーするし、うん、なんか入れてもそこまで疑われないかなと思ったら、うん、サントスさんの中で思ったよりもなんか疑念を残しちゃったっぽく、うん、それがあのインポさせてですね、そのあのローラーする余裕があるって、余裕がなかったんです。クルーメイト目線はもうすごい大事な投票だったので。なるほどなるほど、そうそう余裕があるのがいい。だから、まあ他4人に任せますよみたいな感じの発言がちょっとクルーっぽくなかったかもっていう。てか投票先がもうなんてよ、あのどっちでもいいやっていうのがもうインポスターっぽいって感じですね。切羽詰まってたんで、すごくサントスさんはもう一人で二人直、あの一人で二つ直すぐらい切羽詰まってた状況だったんで、うん、はい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 、そこの視点が決め手でしたか。もう にちゃーな柿さんに勝てるかどうか。あれはずるい。多分ずっとボケてるとか言ってたからな、ニヤニヤしてたから。勝てないよ確かに。そう柿さんが一人一人だけの。
おやおや、砂溜めさん慌てちゃってますね。すっと思ってたぶん、あの格差に勝てる気しね、本当に。